アルティナさん、どうして、早く戻ってください。このままではあなたまで恐怖の大王の消滅に巻き込まれてしまいます。マジで？だったら隠れてないで早く出てきなさいよ。そうです、早く出てこないとアルティナさんがもっとピンチになるですよ。時間がない、無駄な駆け引きは無用だ。早く出てこい。俺たちはお前の魂を救い出すまでここを離れるつもりはないのだから。僕を救う、冗談のつもりか。冗談などではありません、本気です。アルティナさん、僕のことは放っておいてください。僕は取り返しのつかないことをしてしまったんだ。永遠に償うことのできない罪を犯してしまったんだ。だからこのまま消滅するのが一番いいんだ。甘えないでください。アルティナさん、罪滅ぼしのつもりでしょうが、そんなことであなたの罪は償えません。あなたは自分の罪から逃げているだけです。このまま消えてしまおうなんて一番安易で卑怯な方法です。アルティナさん、そうかもしれません。でも他にどうすればいいのか、僕には。なら俺が教えてやる。お前はプリニーになる。プリニーとなって罪を償え。プリニーだと？お前は取り返しがつかないことをしたというが、取り返そうなどと思う必要はない。お前は何も考えずに、ただひたすらプリニーとして働き続ければいい。お前の罪を浄化するには何百年も何千年もかかるかもしれん。だが永遠に償えない罪はない。たとえどんなに時間がかかろうと、俺が必ず償わせてやる。君が必ず？ああ、それがプリニー教育係の仕事だ。私も協力してあげるわよ。少しでも早く罪が償えるような、とってもきついお仕置きでね。僕だってお前にやらせたいことは山ほどあるぞ。アクターレ大統領の暗殺とか。デスコも新必殺技を編み出すための実験台になってもらいたいです。俺はもっと精神的な負荷が大きい仕事を用意しておこうかな。皆さん、説得する気あります？いや、事前に過酷な道が待っていることは教えてやった方がいい。まあ、嫌と言ったところで、引きずってでも救い出してやるがな。バルバトーゼ、君は悪魔にあれだけの仕打ちをした僕を見捨てないというのか。僕が罪を償い終えるのを見届けるというのか。当然だ。俺は地獄のプリニー教育係、バルバトーゼなのだからな。バルバトーゼ、
それどころか強い光の波動を感じます。な、何者なんだお前たちは。私は神の一部、我が意志に逆らい地球の浄化を妨げたあなたたちを排除しに来た。神だと？恐怖の大王ごときではあなたたちの行動を止めることは不可能だと神は判断された。よって神の一部たる私が使わされたのだ。それって神様が私たちのこと邪魔だって思ってるってこと？あなたたちの存在はもはや看過できない。ここで消滅してもらいます。神様ですか。ラスボスの相手にはふさわしい存在です。何を言っているんだ。お前たちが叶うような存在じゃない。僕のことはもういい。諦めて早く逃げてくれ。君たちまで消滅させられるぞ。ふざけるな。神の、それもたかが一部が出てきたぐらいでおとなしく逃げ出す俺たちだと思ったか。閣下のおっしゃる通りだ。神が自ら出てきたのであればちょうどいい。神を殺せば我が主は唯一無二の宇宙の覇者となれるからな。ま、いいんじゃない。どうせ夢なんだし。これ天使の身で神様と直接戦う羽目になるとは。堕天使に転職すればいいんじゃないか。それもそうですわね。フロン様も以前は堕天使だったそうですし、気にする必要はありませんわよね。あ、アルティナさん、なんか性格変わってませんか。どうあっても神に逆らうというのですね。よろしい、消滅なさい。思い知ったか神め。これが悪魔と天使と人間の力。これが神の力よりも強い絆の力というものだ。まさかこれほどの力を持っているとは。早急に対処せねば。帰ったら神を名乗る奴に伝えておけ。お前がもし本物の神だというのなら、今度はお前自身が来いとな。バルバトーズは逃げも隠れもせん。いつでも相手になってやるぞ。危険だ、危険だ。消えた。もう大丈夫なのか。さらに神を怒らせたようだがな。ま、それはそれでいいだろう。断罪者ネモよ、これでもう逃げる必要などなくなった。さあ地獄に落ちてプリニーになってもらうぞ。バルバトーゼ、君はよほどアルティナさんのことを信じているのか。な、何を言って。そしてアルティナさん、あなたもバルバトーゼのことを。悪魔と人間が、いや今は悪魔と天使か。そんな二人が信じ合えるなんてね。人間同士の醜い争いしか見てこなかった僕には想像もできなかったことだ。
もう一度だけ、もう一度だけこの世界を信じてみることにするよ、アルティナさん。何百年、何千年かかるかはわからないけど、僕は自分の罪と向き合ってみます。そしてバルバトーゼ、僕が罪を償い終えるまでよろしく頼みます。ああ、任せておけ。お前が地獄に落ちてプリニーになったら、俺が徹底的に鍛え直してやる。ああ、覚悟しておくよ。小僧、ここからはお前の仕事だ。僕が？当然だろうが、魂を地獄に送るのは死神の仕事だ。でも僕は魂を借り取ったことなんて一度も。今のエミーゼルさんならバッチリできるですよ。そうそう、自信持ちなさい。でも変なとこ切らないようにね。エミーゼルさん、よろしくお願いします。うん、わかった、僕がやる。断罪者ネモ、お前の寿命はすでに尽きている。死神としてお前の魂借り取らせてもらうぞ。頼む、やってくれ。死神エミーゼルの名のもとに、その魂と現世とのつながりを断つ。断罪者ネモよ、地獄でまた会おう。こうして暴君バルバトーゼ率いる地獄の反逆者たちの手によって世界は救われた。バルバトーゼ、フェンリッヒ、風祭り風花、エミーゼル、デスコ、アルティナ、世界を救った彼ら6人の名前は後世に語り継ぐべき英雄の名として歴史に深く刻み込まれた。余談ではあるが、アクターレ大統領の名前は後にエミーゼルが魔界大統領に就任した直後、歴史の表舞台から抹消され、黒歴史として封印されることになる。
そして時は流れ。バル様、しっかりなさってください。大丈夫だ。残りの神は何柱だ。残り約720万柱です。まだそんなに？日が遠くなるわね。全部で800万もいるんだ。そんな簡単には行くはずがないだろう。その通り。俺たちの戦いは始まったばかりだ。ぐずぐずしている時間はない。にしても800万ってないですよね。実を言うと、俺もそろそろ倒すのに飽きてきた。800万はないよな。神の一部を撃退したヴォークン・バルバトーゼとその仲間たちは、神への反逆者であると正式に認定された。神に見捨てられた地球は、魔界とともに排除される運命を背負った風前の灯火であった。敵は頂上の力を秘めた八百万の神々。絶望的な戦況の中、反逆者たちの戦いは続いていく。しかしそれはまだ語られることのない、いつかの物語。